ちは。メインシェフのなめことアシスタントの私ダンボールなめこがお届けしますなめこズクッキング。さて早速なめこシェフ、本日は何を作りますか？なるほど。おもてなしおもてなしをしたいと、そういうことでございますね。なるほど。こちら現在なめこ屋で予約受付中のフライパンでパンケーキを作って、そしてこちらもなめこ屋の商品であるカッティングボードに盛り付けてクリスマスパーティーをしたいってことですね。さあそれでは早速レッツクッキング。バニラアイス1個、こちら 200ml です。ホットケーキミックス1袋、本日は 150g でご用意しました。卵1個、こちらは常温に戻しておいてください。レモン汁は小さじ1杯分を使用いたします。そして盛り付け用のフルーツ、お好みのフルーツをご用意ください。本日はいちご、キウイ、リンゴ、そしてオレンジをご用意いたしました。シェフ、本当にこれでパンケーキできるんですか？ダメですよ、シェフ、つまみくんよ。こら、こら、こら、アイス渡しなさい。私が味にするの。あ、この中に入れて温めるんですよね。あ、ちょっともうフォークをしているうちにもうちょっと溶けてきてますけど、全部出していいですか、これは。全部使う。こう。電子レンジ 600W で40秒加熱します。ラップもいらない。はい、40秒いっといで。終わりました。溶けてる。溶けてます。はいはいはい。卵を溶きほぐすと。シェフ割ります？卵。割る？割る？はい。じゃ卵持って。はい。私が代わりにやりましょうかね。はい。溶いた卵に溶かしたアイスクリーム、こちらはこう加えちゃいますね。混ぜます。シェフ混ぜますか？はい、じゃあシェフに混ぜていただきましょう。はい、じゃあ混ぜていただきましょう。お願いします。混ぜ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 。いいですね、いいですね。鮮やかな手つき、美しいシェフの軽やかな手さばきによってアイスクリームと卵が混然一体となっておりますが、お手伝いしましょうかな、ちょっと。はい、シェフ取りますよ。はい、絞って抜いてください。ここ、はい、はい、じゃあちょっと旦那が代わりに、混ぜちゃいます。はい、混ざりました。次、続いての工程を教えてください。はい、次は、はい、わかりました。ホットケーキミックスをこちら混ぜた、はい、卵の中に入れると。これ全部入れちゃって大丈夫ですか？じゃあ一気に全部入れちゃいます。はい、じゃあシェフこちらも混ぜて。あ、シェフ泡立て器取っちゃったじゃない。旦那がこちらを代わりに混ぜさせていただきます。これはどれぐらい混ぜたらいいでしょう？あ、そうなんですか。あ、なるほどなるほど。じゃあさっくりと、はい、粉っぽさがなくなったかなっていうところぐらいまで混ぜさせていただきました。こちらですね、混ぜすぎるとふわふわにならないようですね。はい、なるほど。では、こちらも生地は OK でしょうか？ありがとうございます。はい、ではこちら生地が仕上がりました。では早速焼いていきましょう。おお、あ、ちょっとレモン汁を、ゲットしてください。
下地一杯って結構飛び出ちゃったちょっと動かないで小さじがこぼれるから、はい、ちょろ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 、はい、でこちらもちょこっと混ぜたいって感じでよろしいですか。これはレモンは何で混ぜるの？そうなんだ。あ、すごいですね。そんな科学の力ってすげえみたいな。はい、ではここから焼いていこうと行きたいところなんですが、シェフ、本当に申し訳ございません。こちら、B-WORKSの会議室でございまして、夏季厳禁なんです。なので、今日は、元気出して。元気出して。ごめん。スタッフから聞いてなかったの、それ。そっか。そうなんです。火を使って焼けないので、焼き工程は、こちらを見ていただきましょう。では、シェフ、せっかくなんで、ブリフリお願いします。焼き工程、どうぞー。あ、こっち。はい、ここまでパンケーキを焼く工程をご覧いただきました。そしてこちらがそのなめこフライパンで焼いてきたパンケーキになります。どうですか、シェフどうでしょう。綺麗に焼けてますね。ではここからいよいよ盛り付けの方進めていきましょうか。一発いいんじゃない。あ、いいじゃない、いいね。じゃあ蓋取りながら縦に向いていこうか。りんごちゃん、なんかね、リンゴはおしゃれな切り方をしろって言われたので、ちょっとチャレンジしてみます。この歯切りっていうらしいですけど、どうでしょうか。これリンゴ合ってない。割り箸を置いて、あ、切れちゃったじゃん。切れちゃって。割り箸の厚さが足んないのかな。え、切れちゃうんだけど。すいません、割り箸置いても切れちゃいますけど、大丈夫ですか。こういうこと？全部やっちゃダメなのかな？切れちゃったし。反対向き？あんまり分かってないですよ、僕今。あ、できた、できた。できてんのか？できてない気もするけど。合ってる？この歯切り。合ってんの？分かんないんですけど。入っていいですか？はい。ちょっとストップで。ここで、1、
はあはあ、取る。で、また小さいこれが来たら1、2。あ、そういうこと。だからどんどん小さいのを、はいはいはい、ことだとやったことない私は思います。なるほど。旦那が盛大に間違えてたけど、次からいけそうな気がする。こういうね、割り箸が転がる、もうね、箸が転がっても楽しい時代終わったんですよ、旦那は。で、こうして外して、こうして、はい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 、すべてやり返した。できた。こうだ。もうちょいすぐ切ろう。いかがでしょう、シェフ。この歯切りです。カメラさん、寄ってください。シェフ、シェフダメだよ、食べちゃう。シェフダメだって。すいません、あの、僕の段取りが悪いせいでシェフが 腹をすかしているので、ちゃちゃっと終わらせましょう。あとはイチゴをサンタさんにするっていう噂を聞いたので、そちらもヘタを落として、先っちょ尖ってるところを帽子になるらしいです。はい、よし、できました。あー、はい、パンケーキ焼けました。フルーツも切れました。シェフ、いよいよ最後は飾り付け。いや、行ってみましょうか。おしゃれパンケーキって横になんか置いてある、こんな感じにしてみようか。よし、まずどれいく、どれ、リンゴ、この葉のね、意外とでかいからさ、ちょっと上の方だけ使おうか。こんなどう。あとはキウイ、あとは、あ、これやろうよ、いちご、いちごサンタさん、これがサンタさんの体と帽子になるんだよね。こうヒゲっぽいやつ、こういうこと。いいじゃん、もう一人ぐらい置こうか。なんかやっぱさ、おしゃれにするにはさ、高さが必要なんだよね。オレンジとチョコって合う。いちごちゃん、全然おしゃれにならないんですけど、大丈夫かな。恋人はサンタクロース。ルボってなった。ルボ。うわ、いちごちょんが滑って、キウイちょんを挟んじゃおうかな。はい、できました。多分シェフどうでしょう。私の最近はあんま、ああ、そうです、ありがとうございます。はい、ということで、いい感じに仕上がりました。いかがでしょうか。チョコたっぷりのマサル糖と、フルーツたっぷりのナメコ糖の2つでございます。イエーイ。ポイントはね、まずこの超苦労したこの花切りのリンゴ、クリスマスカラーの赤と緑のフルーツの並びです。そして、こちらマサルに占領されちゃいました。ナメコパンケーキがマサルが鎮座しております、うん、マサルの旗も立てて、そして、文字はですね、こうメリーウフニマスって書いたんですけど、最後にチョコがちょっと足りなくなっちゃって、字がぐちゃぐちゃになっちゃいました。すいません。こちらでみんなお呼びして、ナメコクリスマスパーティーを開いちゃいましょう。クリスマスデコパンケーキ完成でーす。美味しそうにできたので、お、シェフ、もうシェフ帽からクリスマスのサンタさんの帽子になって、クリスマスパーティーやる気満々ですね。いや、
早速実食といきたいところなんですけれども、ちょっと待って、写真だけ撮らせて。シェフ、よだれ垂れてない、大丈夫。いいよ、見てていいよ。撮りたいんですよ。はい、OK、写真撮れた。では、いよいよ、ね、お待ちかね、クリスマスパンケーキ、実食。どこかに、どこから行く、サンタさんに、いきなりサンタさんからです。ちょっと、なんか変な音がするんですけど。おお、カメナネコちゃん、ナネコくん、ナネコさんと、マサルもいる。そうなんか、みんなやってきたのこれ。じゃ、せっかくなんで、みんなでクリスマスパーティーやったー。じゃあ、みんな、ご注文いただくと、お届けは2023年3月末頃を予定しております。キュートななめこの焼き色がつくフライパンと、まな板や盛り付け皿にも使える便利なカッティングボードのセットになっています。ぜひ皆さんご注文よろしくお願いいたします。詳細は概要欄にも記載しておりますので、チェックしてみてください。なめこ屋のホームページで購入できます。ではでは、最後にご挨拶でございます。みんなメリークリスマス。